はい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 。初回で終わったと思いましたよ。ほんまに、5失点ね。マジで、まあ、今日も負けかっていう風に思って、まあ、実際負けたんだけど、まあ、最後の追い上げっていうのはね、まあ、素晴らしかったなっていう風に思うし、やっぱりね、キャッチャーやね。うん、今日に関しては、雪のりね、騎士だね。もうちょっと配慮できたんちゃうかなっていう風に正直思ったし、やっぱり、堀田もね、すごく若いピッチャーなんで、やっぱり、キャッチャーのね、岸田選手が、いろいろ気づいてあげないといけなかったんじゃないかなというふうに僕思います。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、楽天対巨人の試合解説、徹底解説のほどやっていきたいと思います。はい、まず結果からなんですけども、まあ、5対4という形で、ジャイアンツ負けてしまいました。はい。今日で5連敗なのかな？で、確か貯金が今日でなくなったんだと思うんです。確か。で、まあ、非常に、厳しい、戦いが続いているというところ。まあ、楽天も、まあ、間違いなく昨日のサヨナラ勝ちでですね、まあ、勢いに乗ってきたっていうのはもちろんあると思うんです。だから、今日もね、まあ初回に5点を取られてしまったんだけど、まあ昨日の続きじゃないけど、まあそういった感じの雰囲気がね、非常に初回からあったんで、まあ非常にその巨人としてはやりにくかったと思うし、まあ堀田投手もね、まあそのまあ多少のねコントロールミスというか、まあ高くなったりとか甘くなったりはありましたけども、やはり、楽天打線のその意図というか、まあ狙ってきているボールとかっていうのをもうちょいキャッチャーのね岸田選手が慎重になってる、なってあげるというか、やっぱりキャッチャーが、やっぱり経験がないんで、ピッチャーの場合はね、堀田投手はね。だから、キャッチャーの、岸田選手がもうちょっとやれることはあったんじゃないかなっていうふうに正直思いました。じゃあね、今日の、一言目も言わさせてください。こちらになります。まあ、すべては初回の失点と。で、特に、まあ、ホームランが大きかったですよ、というふうなところですね。まあ、まあ、これ見てもね、まあ、5点取られて、今日、合計5点なんですけど、まあ、初回に5点取られてっていうところなんで、まあ、すべてはもう初回にかかってきてますよね、ってところですね。で、まあ、後で詳しく説明するんですけど、まあ、その、2点取られて、まだ2、3塁だったんですよ。2アウト2、3塁で。で、ここで抑えられたらまだ2点やからなって思ってたところ、そこをホームラン打たれたんで、ちょっとね、それを一気に掃除されたというか、全部返されたっていうのがあるんで、非常に、痛かったなっていうところがありますと。で、配球に関して、まあ今日ね、詳しく言っていきたいと思うんですけど、まあね、おそらく、まあ岸田選手もすごく考えてるというのはあるんで、多分データであったりとか、昨日のね、まあ伏線であったりとか、まあそういったところも、関係しながらというか、整理しながらおそらく配球はしてたと思うんですけども、まあそれ以前というか、その、まあそれを踏まえてでも今日はね、今日の楽天打線、特に初回なんかは、すごく初球を振ってきたっていうところがあるんで、もちろんそれはわかるんだけども、その伏線とか、まあいろんなところ、駆け引きとかわかるんだけども、でもそれ以前に、この、バットスイングというかね、そういう仕掛けをね、早くされてたんで、ちょっともうちょいなんとかできんかったのかなっていうふうに正直思いますと。で、特定シーン振り返っていきまして、右側でね、見ていきますと、詳しく。はい、まずまあね、まあ、初回5失点ってとこなんですけども、まあ、ワンアウト1塁から辰巳選手に、まあ、3塁で打たれて1点。で、ワンアウト3塁から鈴木選手に、ライト前ヒットで1点。で、2アウト2、3塁で、フランコ選手ホームランで、まあ、3点というところで、計5点入ってますと。で、3回表でですね、2アウト3塁から丸選手のライト前ヒットで1点返しますと。で、4回も、ノーアウト1塁から岡本選手が3塁線抜くね、タイムリー打ちまして、ツーベース打ちまして1点というところ。まあ、しっかりゼロで抑えてて、まあ2点返せたっていうのは非常に良かったと思いますと。で、そのままずっとゼロ行きまして、で、9回ですよね。2アウト1、2塁で、まあ、井口選手、今日3本目かな ?3 本目のヒット、まあ、ツーベースというところで、まあ、則本選手からね、則本投手から、すごくいいピッチャーの則本投手から打てたっていうのは非常に、井口選手自身もね、自信になるんじゃないかなっていうふうに思いますと。で、まあ、最後ね、丸さんが倒れて、まあ、結局4点止まり、あと1点届かずというところでございました。じゃあちょっとね、右側で、見ていきたいなというふうに思ってます。まあ、初回が全てというお話しました、僕ね。はい、ちょっとね、一個一個見ていきたいと思いますと。
ワンアウトから村林選手にこれライト前ヒット打たれたんですよ。で、ここで僕ちょっと異変感じたんですよね。どういうことかっていうと、まあ追い込んでからですね、そのストレートの高めを要求したんです。でまあ、言ったら、いわゆるこう外し球というかね、高めにこう釣り球というのを言ったんですけど、その高めのボールを、もうクソボールですよ。クソボールを村林選手パーン打ったんですよ、ライト前に。で、この時から、なんかゾーン広く持ってるのか、それともなんかストレート系のボールを絶対打ちに行くっていう、チーム指示が出てんのか、それなんなんやろってちょっと疑問に思ってたんですよね、この時点で。で、ワンアウト一塁から辰巳選手これ、まあ三塁打、まあチェンジアップ二つ行って、まあストレートでね、最後ストレート打たれて、まあ三塁打ですよね。で、まあこことかはまだいいと思うんですよ、まだ点取られるのね。で、鈴木選手に、まあライト前ヒット、まあこれも、初球のストレート打たれてるんですよ。で、まあインサイドに、行って、詰まらして、っていうのを多分詰まらしてがファールかっていうところを想定してたと思うんですけど、それがまあちょっと中入っちゃってね。これライト前ヒットね。うん。で、まあこの辺ぐらいからめっちゃ振りに来てんな、特にストレート系っていう、初球とか、早いカウントから来てんなっていう感じはすごくしてますと。で、ワンアウト一塁から渡辺選手、これもライト前ヒットなんですけど、これもストレートの外の構えのボールが、まあ真ん中に入って、まあちょっと高めかな。ちょっと高めに入って、ライト前ヒット。でもこれも初球のストレートなんですよね。で、もうここぐらいからさすがにちょっとね、初球のストレート振りに来てるなっていうのは、まあ、キャッチャーであれば絶対気づくんですよね、どう考えても。うん。で、ワンアウト一塁で浅村選手をファーストゴロにしとるんですけど、これは初球のスライダーなんですよね。スライダー行って、まあ、そのバットの先端に当たったような形で、まあ、ファーストゴロね。まあ、これでもストレートじゃないけども、初球のスライダーを振りに来てる。タイミングは全然合ってなかった。うん。だから、多分、ストレート系だと思ったら、ストレートだと思ったら、とりあえず振りに行けっていう、もしかしたら指示が出てたのかもしれない。うん。で、ここですよね。で、ツーアウト2、3塁でフランコ選手、まあ、ホームランで、ね、レフトスタンドに入れられるわけですけども、僕の感覚よ。僕がもしかしたら、思考が浅いかもしれない。岸田選手が考えてたものを考えられてないかもしれないけども、こんだけストレート系のまっすぐね、初球を振りに来てたら、多分僕がもしキャッチャーだったら、このさすがにフランク選手ね、まあ外国人選手というところで、まあ、よりね、まあ日本人打者より積極性があるというふうに外国人は言われてて、で、なおさらこの、初球のストレート系のボールをめちゃくちゃ振ってきてるっていう経緯があるんで、多分僕がキャッチャーだったら、まっすぐ行かないと思うんですよ。多分、堀田投手だったらチェンジアップとかがいいんで、チェンジアップとかで、まず様子見ると思うんですよ。で、こんだけ振ってきてるんだとしたら、多分、チェンジアップっていうのは、堀田投手のチェンジアップは、回転数が多くて、ストレートに見えるんだけど、球が来ないっていうボールなんで、多分、空振りかファールになるはずなんですよ。多分ね。なんだけど、ここで、インサイドのまっすぐ行くんですよ。で、ボール自体は、コース自体は、そんなに甘いボールではなかった。うん。まあ、めちゃくちゃ厳しいボールではないけど、めちゃくちゃ甘いボールではなかったんですけども、それを、まあ、初球のね、ストレートを、まあ、レフトスタンドに放り込まれるというところで、この配球はちょっとないんじゃないかなっていうふうに正直思いました。うん。こんだけ振ってきてるから、まあ確かにね、わざわざ、ストライクからボールになるボールを、ボール球投げろっていうわけじゃないんだけども、だったら球種変えたらいいんじゃないっていうのが僕は正直思うんだけど、ここはね、ここのインコースストレートっていう配球ね、別に打たれたからとかじゃなくて、こんだけ振ってきてたら、で、ましてやその外国人選手だったら、もしかしたらこのインサイドが弱点があってっていうのはあったかもしれないけど、まずは、ちょっと変化球でね、様子見たりっていうのが、まあセオリーというか、まあ普通だったらそういう風な配球するだろうなっていう風に思うので、ここはちょっとね、岸田選手の配球っていうのは僕には考えられなかったというか、なんで行ったんだろうっていうところは思いますと。で、結局この、ホームランが、まあ結局最後、までね、点数が縮まらなかったというか、勝てなかった、ところだと思うので、このホームランがね、ちょっと悔いがあるというか、ちょっと配球どうだったのかなっていうふうなところは、僕は正直思いました。で、太田選手も、これね、ツーアウトからライト前ヒットね、これカットボール行って、スライダー行って、これはスライダー打たれたと。で、ツーアウト中で小深田選手、まあ、ライト前ヒット、これは7球目のチェンジアップね、うん。で、小郷選手が、まあ、一回り一巡してね、ツーアウト一三塁で、まあ、センターフライっていうところですけども、
まあ、フランコ選手にホームラン打たれてから、まあちょっと変化球を交えながらっていうところだったと思うんですけども、もうちょっと早い段階でできたんじゃないかなっていうふうに思ってて、僕は村林選手のあの高めのボール球をパーンってライト前ヒット打たれた時から、ちょっとこれストレート系狙ってないでこんな球打てへんぞと思ったんで、うん。だからまあ、鈴木選手ぐらいでちょっと感じますよね、普通で言ったら。うん、ワンアウト三塁の鈴木選手の、まあまっすぐライト前ヒット打たれたぐらいで、これストレートめっちゃ狙ってきたんだって思うんですよね。うん。だからそこはちょっと岸田選手ね、まあちょっと、まあ、本人に聞くのもちょっとあれなんですけども、ちょっとどうだったのかなっていう、僕がキャッチャーだったらその配球をしないんで、うん。どうだったのかなっていうふうに正直思いました。で、2アウト、あ、2アウトじゃない、2回裏ね、次。で、これはね、非常に大きいプレーでした。これ、ワンアウトから辰巳選手がセンター前ヒット出てたんですよ。で、ワンアウト中で、鈴木選手が、まあ、ライトフライ打ったんですけど、これね、丸選手がめちゃくちゃね、いいプレーしてたんですよね。まあ、犠牲フライで、ランナー三塁、あ、犠牲フライちゃうわ、犠牲フライになってないんや。うん。これ、丸選手が取ってね、すごくファインプレーでした。これね、抜けてたりしたらまだ点入ってたと思うんですけど、これね、非常にナイスキャッチでしたよね。うん。はい。で、次ですね。3回表、これは、伊豆口選手が今日、バチバチ当たってたって話なんですけど、まあ、2アウトからね、伊豆口選手が3塁打打って、まあ、ストレートをしっかり打って、3塁打ね。で、2アウト3塁で、丸選手が、これ、ライト前ヒット。うん。まあ、打ってるからとかじゃないんだけど、特に丸選手とかは、最近すごく積極性があるというか、まあ、打ち取られたら淡白だとか言われるんだけど、でも結局、バッターっていうのは早いカウントで仕掛けていった方が打率は絶対高いんで、どのバッターもね。だから、ある程度、やっぱり早いカウントから自分が狙ったボールが来たら、やっぱスイングをかけていかないと。やっぱ追い込まれて、ね、パリーグのピッチャーが特に球が速くて落ち球もあってというところで、非常に難しくなってくると思うんで、まあ、丸選手のね、最近のアグレッシブさっていうのは、まあ、打ってるからっていうのもあるんだけど、非常にね、評価できるんじゃないかなっていうのを思いますと。で、結局これもね、しっかりカーブの後のストレートをしっかり振りに行って、ライト前ヒット打ってるわけなんで。うん。うん、だからまあ、確かにこの場面はちょっと待ってほしいとか、ちょっと球数投げてほしいとか、そういうのもあるんだけども、やっぱり結局打たないとなかなか点が入らないっていうところがあるんで、まあ、淡白だろうが何言われようがね、うん。やっぱり打ってなんぼだと思うんで。だから、まあ、打者のタイプとかもあると思うんですけど、まあ、この伊豆口選手のこの三塁打とかは、ツーストライクまでね、追い込まれてからそこからツーツーまで持ってって、6球目のストレートを打ったっていうところで、まあ、自分のね、役割というか、あんまりそんな初球をポン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 打ちに行くバッターではないんで、そこを考えながら、やりながら、しっかり、カウントも作りながら最後三塁打打ってるんで、これは非常に評価できると思うんですよね。うん。だから、丸選手とか、坂本選手とか、まあ、岡本選手とか、そういう打つ専門というか、もう主力というか、主軸のようなバッターは、まあ、ある程度、やっぱりこう、狙い球来たら、振っていくというか、アグレッシブに、攻撃的になっていくっていうのは、今の巨人には、すごく大事なところじゃないかな、っていうふうに思います。どっちにしろ、そう、できてなくても打ててないんだから、うん。だから、ある程度やっぱ仕掛けていくっていうね、受け身にならないっていうところが非常に大事かな、というふうに思います。で、3回裏ですね、これはちょっと苦言というか、まあ、その大江投手に対してなんですけど、これどうなのってとこなんですよ。2アウトから、ま、大田選手にフォアボール出して、ここで堀田投手がね、変わるんですよ。で、2アウト1塁で、これ大江選手出てきて、まあ、バッター小深田選手で、スチール決められるんですよ。大田選手にね、キャッチャーの大田選手に。まあ、もしかしたら、まあ、パリーグなんで、データが入ってなかったとかもあるかもしれないけど、どう考えても、やっぱ走ってくる場面ではあると思うんですよ。うん、どう考えてもね。まあ、次の1点もまだ取りに行きたいと思うし、で、ケンゼも確か1個も挟んでなかったと思うんですよ。で、ましてや左ピッチャーで、岸田選手もいい送球してるのに、まあ、大田選手もそこまで脚力は、早い、めちゃくちゃ早い方ではないと思うんですけど、それでもセーブになってるっていうところで、ちょっと無警戒が過ぎるなっていう感じはあるんで、うん。さすがに、まあ、ピッチャーとかだったらまた別だけど、うん。ある程度やっぱ野手で、まあ、キャッチャーであっても、まあ、走れるキャッチャーとかもいるんで、岸田選手のもね、走ったりとかしてるんじゃないですか。だから、そういうまあ、データが少なかったかもしれないけど、ちょっと無警戒すぎるなっていう感じは正直ありました。はい。で、次、4回表ですね。まあ、結局、フォアボールと、まあ、エラーっていうのは、点数に絡んでくるよってところなんですけど、まあ、先頭のこれ、吉川選手の、これ、ピッチャーのエラーね。
まあちょっとライン線の打球で、ファーストのライン線の打球で、ちょっと、まあ、送球するのにも、まあ、なんて言うんだろう、打者走者と、まあ、被り気味でね、やっぱ多分投げにくかったと思うんですけども、まあそこで補給ミスをしてしまってね、まあエラーというところで出塁。で、その後中で岡本選手が、三塁線を破るね、二塁打で、まあ、吉川選手が、ホームまで帰ってこれた。これは非常に良かったなというふうに思いますと。で、まあ、その後がね、まあ、ノーアウト二塁でヘルナンデスが三振。まあ、これはうまく投げられたと思います。スプリットをね、いいところに落とされたと思いますと。で、大城さんがファーストゴロで、立岡さんがセカンドゴロというところで、まあ、追加点はならないというところ。で、つい気になったところ、これね、5回表ですね。はい、これ、まあ、先頭、岸田選手、デッドボールね。で、ノーアウト注意で、伊豆選手は三振するものの、ワンアウト注意で、丸選手がセンター前ヒット。これもね、初球のストレートなんですよ。だから、まあ、打ち取られたら淡白って言われるんだけど、結局ヒット打ってるから、これ。うん。だから、いいんですよね。で、ワンアウト一、二塁で、坂本選手が6-4-3のダブルプレイ。これもスライダーボールで、2球目スプリットで打たされて、ショートゴロゲッツーね。やっぱりちょっとね、坂本選手の状態っていうのが、ちょっと怪しいなっていうところあるし、これね、まあ僕はいつもこう、岡本、坂本をね、話せっていう風に言ってて、今日実際その、スターティングメンバーね、外れてたんですよ。2番が、坂本さんで、4番が岡本選手で、で、5番がヘルナンデスだったんで、僕が言うような形になってたんですけど、で、結局ね、坂本選手がやっぱり2番に入ってもブレーキになってるなっていうところはあったんで、ちょっとこれはね、どうしてったらいいんだろうってところは、非常にこれ、僕もね、ちょっともう一回考えますけども、どうしていくべきなんだろうっていう。この、まあ、やっぱりね、理想を言えば、坂本選手はね、状態上がってきてっていうところが、それは一番ベストなんだけど、やっぱり、ここ最近の打撃見てると、まあ、淡白に終わってるっていう感じはないんですよ。で、結構投げさせたりとか、カウントは作ってるんですよ。持ってってるんですけど、最後の最後でやっぱりね、捉えきれてないっていうところ、まあ、引っ掛けたゴロと、ライトフライか。ライトフライが多いなっていう感じはあるんで、ちょっとね、まあ、本人もね、まあ、こんだけヒット打ってる打者なんで、引き出しとかもいっぱいあると思うんですけど、なかなかね、ちょっと今現状で言ったら、まあ、上がってこないなっていう感じはありますと。はい、で、次にやったところ、7回表ね。まあ、ここも、まあ、先ほどの坂本選手の、まあ、ゲッツーじゃないけども、やっぱり試合で、まあ、2つゲッツー取られてるってなると、やっぱ結構なかなか点入らないと思うんですよね。で、ここから坂井投手が出てきて、まあ、大城さんがファーストゴロ。で、ワンアウトランナーなしで、立岡さんが、ライト前ヒット。で、ワンアウト一塁で、岸田選手が、まあ、6-4-3のダブルプレイね、ストレート、来て、フォーク2球で、最後フォークをね、上っ面叩いて、ゴロっていうところで、まあ、ちょっとね、もしかしたら、この、伊豆口選手今日調子良かったんで、これでもし繋いでて、得点圏で伊豆口選手とかやったら、もっと面白かったなっていうところはあるんですけど、まあ、足られば言っても仕方ないなっていうところはありますと。で、8回表ね、ここも、やっぱり、孫投手が出てきて、伊豆口選手ヒット、丸選手セカンドゴロ。まあ、これもね、うまいことね、カバーしましたよね、セカンドね。うん。で、ピッチャーカバーも入ってというところ。で、ワンアウト二塁で坂本選手、空振り三振ね、ここも。うん。まあ、これも、まあ、その低めに目付けされてたというか、低めのこう、変化とか、まっすぐが多くて、最後ちょっと高めに行ったんですよ、球が。で、それで、低めにってなってたところを、最後高めに強いボール来たから、ちょっとこう、煽るような感じのスイングで、振り遅れたような形で、まあ、三振してしまったというところで、まあ、坂本選手って、基本的にバットあんま変えないんですよ。うん。全然変えないんですよ。いつも同じ、SSK の白の全部、白木のバットを使ってるんですけど、この打席で、ツートンのやつ使ってたんですよね。黒と白のバット。まあ、メーカー見たら SSK だったんで、もしかしたら自分のバットなのか、カズマのバットなのか、騎士団のバットなのか、まあ、SSK 使ってる人結構多いんで、誰のバットかわからないんですけど、多分、それぐらい普段バットを変えない人が、変えない選手が、バットを変えてまで、この打席いる、やってるってことは多分相当悩んでるというか相当何とかしようと思ってこういろいろやってるんだけどそれでも結果出ないというところでやっぱり野球というか本当にバッティングってほんまに難しいなと思いますと。うん。まあちょっとね、いろいろ僕ももう一回明日の動画で考えてみようと思うんですけど、どうしたら坂本選手が良くなっていくのかとかね、それをね、ちょっと考えていきたいと思いますと。はい。で、2アウト2塁で吉川選手がね、これ、セカンドへの内野安打ね。
で、ここですよね。ツーアウト一塁でまたチャンス来ると。で、岡本選手来たんですけど、まあ、ショートゴロね、全部チェンジアップ。うん。で、なんかその、伊豆口選手がこの回の先頭で、まあ、チェンジアップをね、ヒット打ったんですよ。だから、チェンジアップが、ちょっと高めに浮いてるなっていう感じはあったんですけど、ここで、その勝負どころのこの一三塁で、岡本選手に全部チェンジアップいったんですよね。で、さっき高くなってたんだけど、そこをしっかり修正して、まあ、ショートゴロに打ち取ってるっていうところがあるんで、やっぱりね、すごいいいピッチャーだなというふうに思いますと。はい。で、最後、9回表ね、まあ、ツーアウト1、2塁で、伊豆口選手が、まあ、しっかりね、まっすぐ捉えて、ツーベース打つわけですけども、やはりね、僕思ったのが、今日の大城さんの打席、あんまり状態良くなかったんで、ここでワンアウトからピンチヒッターを秋広選手出したっていうのは僕はいいかなっていうふうに思いました。で、結局これね、ヒットじゃないですか。で、立岡さんが見逃し三振、まあ、これも、まあ、フレーミングがね、太田選手か、すごく上手かった。すごく上手かったけど、多分、おそらく、まあ、半個外れてるなっていう感じぐらいのボールだったんで、まあ、ちょっとね、立岡さんも不服な感じというか、嘘やろみたいな感じありましたけど、まあ、昨日からまあ結構あるんですけど、まあ、ここはまあ、フレーミングがちょっと上手かったとしか言いようがないというか、多分、ボールなんですよ。ギリボールぐらいなんですけど、うん。で、ツーアウト1塁で、岸田選手、これライト前ヒットね、これは非常に上手く繋いだなというふうに思います。カーブです。ストライクになって、フォークをね、詰まりながらも、落として、いい繋ぎだったと思います。で、ツーアウト1、2塁で、伊豆口選手がね、これツーベースというところで、まあ今日は伊豆口選手ね、非常に良かったんだと思いますと。で、ランナー2塁で、伊豆口選手に変えて、門脇選手ね。で、2球目のフォーク、ワイルドピッチでランナー3塁。ああ、もうこれで、丸選手が打てば、まあ同点に追いつくっていうところですけども、やはりもう、あれですよね、5球投げたんかな ?5 球投げたんですけど、全部フォーク。もう全部フォーク。で、3球目のフォークを、まあ、空振って、4球目のフォークをボールで見逃したんですよ。いいところに落ちてきたんですけど、見逃したんですよね。それで、もしかしたらまっすぐに切り替わるかなと思ったんですけど、そこでもう一個フォークっていうところで、これはさすがのリードだなって思いました。バッターもいいフォークを見逃したから、もう次球種変えるやろって思うんですよね。で、そこでもう一回裏を変えてフォークいったっていうのは、これ、非常にいいリードだったと思うし、まあ投げ切ったね、則本選手も非常に素晴らしいなというふうに思いました。はい、そんな感じでですね、まあ今日も負けてしまって、貯金がなくなったというところですけども、まあその昨日もそうですし、まあ今日もまあ1点差ゲームというところ、まあ惜しいことは惜しいんだけど、まあ結局負けは負けやから、うん、まあ厳しいこと言うようだけど、うん、負けは負け、まあ惜しいゲーム、惜しかったなーっていうところね、あるんだけど、まあ明日こそね、1点でも上回って勝ちたいっていうのはあるんだけど、やはり、まあ初回の入りであったりとかっていうところはやっぱ大事だと思うし、うん、初回からいきなり5点取られてしまうとってなると、やっぱチームもね、ちょっとこう、雰囲気悪なるというか、ああ、マジかってなるじゃないですか。やっぱどう、やっぱり元気印というか、みんなでこう盛り上げていこうっていうふうに思っても、やっぱりこう、心の中では、うわぁ、5点がちょっときついなってなるじゃないですか。だから、そこをね、まあやっぱり、今日で言うとね、そこが全てだったなと思うし、まあ、ジャイアンツも最後、頑張ったんだけど、結局あのスリーランがあるから、最後、一点届かなかったっていう風に僕はなってるんじゃないかなというふうに思うので、やはり今日のね、配球というところはね、まあちょっと僕もね、岸田選手だったりとか、大城選手並みにね、データを見て、各打者の癖とか分かってるわけじゃないんだけど、今日の配球だけで見ると、うん、もうちょっと初球のストレート系というか、堀田投手が若いだけにね、もうちょっとキャッチャーがこう手綱というか、手綱をこうグッて引いて、リードしてあげるっていうかね、導いてあげられるっていうところが、もうちょいできたんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。Thank you.